あなたは昨日何時間パソコンやスマートフォンの画面を見ましたか目の使いすぎから来る目のトラブル若い子ですと小学生さらに四十歳前後の、えー、いわゆる老眼が始まりそうなそんな世代の方も急増していますね札幌市にあるこちらの眼科では例年に比べ 2割ほど患者が増えたと言います。生活様式の変化っていうのがいわゆる目にもいろいろ問題になっていると思います。スマホでのゲームを毎日3時間ぐらいやってるよと、まず多分それ以外にも勉強もするんだろうと思います。そうなるともう多分の視力が下がるとか、あるいは目の奥もだいしょぼしょぼする。長時間。 パソコンなどの画面を見ることによってまばたきの回数が減少し涙が分泌されなくなることでドライアイを発症また目のピントを合わせる筋肉が緊張することで眼性疲労が起きます幅広くやはり皆さんそのお手元見る時間増えたあのおうち時間増えたということであの眼鏡をっていう方増えてますね こちらのメガネ店ではここ1年で10代から40代の客が増えているそうです。1日5時間ほどパソコンで作業するというこちらの男性は、あボーって疲れる、ボーっとする感じ。痛いわけじゃないけどたまに神経でピリっていう感じもあるし、眼精疲労や近視、ドライアイなど目のトラブルを防ぐには。 どううししたらいいのでしょうか姿勢を正しくして、えー、明るい環境下で画面もですね視線より少し低めに置いた方が良いことにはなりますでそのことによってドライアイの対策にもなりますそれから画面からしっかりと距離を取ること4 5 0ンチ離すのが理想だといいますそして 重要なのが、1時間に1回程度、3分から5分の休憩をとることです、えー。単に休むだけじゃなくて、遠くを見てもらうという行為もとっても大切です。手元にピントを合わせてた調節筋を遠くを見ることでリラックスさせてあげることができるので、ぜひともそのようにしてもらいたいと思います。 蒸しタオルなどを使って目の周りを温めると、目の疲れとドライアイの両方に効果があるということです。おうち時間の増加とともに急増している目のトラブル。普段の心がけで防ぐことが大切です。